皆様、こんにちは。日本聴導犬協会の会長の有馬元と申します。日本聴導犬協会は、1996年に長野県の伊那健常の推進を受けて発足しました。なぜ保健所の推進かと言いますと、耳の不自由な方への生活の補助をする聴導犬を保護された犬の中から選ぶという2つの福祉を担うためです。1つは、耳が不自由でいらっしゃるという障害者の方のための障害支援。そしてもう1つは、捨てられた犬たちの中からその命と才能を生かすという動物福祉の2つの福祉ということになります。今日は聴導犬と介助犬のお仕事を通じて、耳の不自由な方、体に障害のある方、それらの方たちへの理解を皆様に持っていただきたいと思います。今日、PR をしてくれるのは、聴導犬の候補犬のプーちゃん、それとシサちゃん、それと PR 専門のヨシ君になります。最後まで見ていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。日本聴導犬協会の訓練スタッフ野崎ゆうきなと申します。これから授業の内容をご紹介します。まずは介助犬のお仕事をご覧いただきます。その次に日常の訓練の様子とエクササイズをご紹介します。それから聴導犬のお仕事をご覧いただきます。そして訓練犬の体を作るためのご飯作りの様子をご紹介します。次に聴導犬のユーザーさん、または介助犬のユーザーさんの体験談をお聞きいただきます。最後にご質問がありましたら、訓練スタッフからお答えいたします。それでは介助犬のデモンストレーションからご覧ください。訓練スタッフの山下茂美と申します。日本聴導犬協会では、聴導犬と介助犬の2種類の補助犬を育成しております。聴導犬や介助犬と生活される方をユーザーと呼びます。聴導犬のユーザーさんは耳の不自由な方です。聴導犬は耳の不自由な方に生活で必要な音をユーザーさんの体にタッチして教えます。介助犬は体に障害のある方、特に車椅子を使っているユーザーさんに落としたものを拾ったり、ドアを開けたり閉めたり、着替えのお手伝いもします。ではまず介助犬のお仕事を PR 犬のよし君と訓練スタッフの和田さんが紹介してくれます。よし君、よろしくね。体の不自由なユーザーさんの中には、物を握る力がとても弱い方がいらっしゃいます。そのために特別なスプーンを使う方も多いです。ユーザーさんがうっかりスプーンを落としてしまっても、よし君が拾ってユーザーさんの手元まできちんと持ってきてくれます。できたらたくさん褒めます。褒めるとよし君はもっともっと自分で考えてユーザーさんのための介助をしてくれます。次は携帯電話です。
携帯電話を車椅子の下に落としてしまうと取ることができませんが、よし君はユーザーさんの後ろに回り込んで携帯電話を拾ってくれます。その時によし君が動きやすいようにリードを離します。よし君は拾った携帯電話をユーザーさんの手元まできちんと運びます。その後で地面に落ちたリードも拾って渡してくれます。リードテイク、リードテイク、グッド。体に障害のある方の中には体温調節ができない方もいらっしゃいます。暑くても汗をかけない方がいます。お医者さんからは夏の暑い時、部屋の温度計が高くなったら体温調節をするように勧められます。体温調節のためには上着を脱いだりもしますが、靴下を脱ぐのも効果があります。皆さん、注意してみてくださいね。スリッパを脱がすときは、よし君は先っぽから脱がします。でも、靴下はかかとから脱がせるんですよ。靴下はですね、先っぽから脱がせると、かかとが引っかかってしまうからなんです。できたら、よし君を褒めます。褒めることは、訓練でとても大切なことです。教会の一日は朝のエクササイズから始まります。犬たちが嬉しそうに飛び出してきましたね。もちろん事故や怪我などが起きないようにスタッフがきちんと見守っています。さまざまな犬種のワンちゃんがいますね。聴導犬は適性さえあればどんな犬種のワンちゃんでもなることができます。いろんな種類のワンちゃんが一緒に遊んでいますね。日本聴導犬協会には元保護犬の子がたくさんいます。なので出身地もみんなバラバラなんですよ。みんなお外が大好きなので大喜びで走っていきます。寒い冬の時期は寒さ対策に犬たちにお洋服を着せています。逆に夏場は日中お外に訓練に出る子などは日差しが直接当たらないようにと犬たちの体温が上がりすぎないように涼しくなる特別なお洋服を着させています。みんなが思いっきり走り回って一息ついたら、お外での訓練をします。まずは、スポーン、ハーネス、リードをつけて、パートナーの横を歩く練習です。ハーネスやスポーンをつける際にも、犬たちが嫌な思いをしないように、初めてつける子にはご褒美などを使ってハーネスをつけることが楽しいことだということを覚えてもらいます。初めから歩行が上手な子もいますが、そうでない子もいます。そういった子は初めお散歩は楽しいことなんだよと覚えてもらうことから始めます。聴導犬と介助犬のための歩行訓練ですか。障害のある方やご高齢の方にも簡単にできるように、
腕振り歩行を日本聴導犬協会では行っています。アイコンタクトを取り、上手に歩けたらグッドと褒めながら歩きます。歩行訓練ではまっすぐだけでなく、オレンジ色の柱を使って S 字の歩行も行います。曲がるときや止まるときは急に動くと犬を引っ張ってしまって危ないので、太ももを叩いて犬に合図を送ってから曲がったり止まったりしています。訓練中でない子でも一緒に隣を歩いてくれる子もいます。人が歩くときに両腕を振りますが、その動きのまま境界犬のリードを持ち普通に手を振ると、引っ張る犬は自然と後ろに戻され、後戻りしがちな子は前に引き戻されます。これを続けていくと、人の膝あたりが後ろや前にリードを引っ張られない場所と犬は自然に分かり、膝のあたりを歩こうとしてくれます。聴導犬は耳の不自由な方に生活で必要な音を知らせる補助犬です。そのため基礎訓練では声を使わず手の動き、ハンドシグナルだけで座れ、伏せ、待て、おいでを行えるように訓練します。聴導犬のユーザーさんは耳の不自由な方です。ユーザーさんは玄関チャイムや目覚ましの音が鳴ってもわかりません。よし君は音が鳴るとユーザーさんの体にタッチします。ユーザーさんが何？という仕草をすると音の場所まで連れて行ってくれます。でははじめに、離れているユーザーさんを呼んでくるというお仕事をよし君でお見せしますね。ユーザーさん役は訓練スタッフの安藤さん、右側に家族役をする勝又さんがいます。ユーザーさんを呼んでくるというお仕事は、お茶やご飯の準備ができたよという時など、毎日の生活でも役に立ちますね。でも、もっと大切なのは、家族やお子さんが家の中で怪我をして、ママ、ママと耳の聞こえないお母さんに助けを求めた時や、事故などが起きた時、ユーザーさんに危険を知らせることができるのです。家族がよし君をそばに呼び寄せます。呼んできてとよし君にお願いすると、座っているユーザーさんの体によし君がタッチします。ユーザーさんが
何？とよし君に聞くと、よし君が家族の場所まで導いてくれます。すごいね、よし君、ありがとう。次はドアノックです。玄関やトイレなどのドアへのノックを教えてもらえれば、日常生活でも役立ちます。特に期待されているのは、災害時にユーザーさんの命を守ることです。ユーザーさんは災害時の避難を知らせるサイレンが分かりません。頼りになるのはご近所の方からの避難の呼びかけです。でも用心のためにドアに鍵をかけてしまうと、ご近所の方が避難を知らせたくても方法がありません。そんな時、誰かが窓やドアをノックしてくれれば、聴導犬がユーザーさんに知らせます。ノックした人が逃げてと携帯電話の画面やメモに書いた文字を見せてくれることで、逃げ遅れの危険を防ぐことができるのです。さて、皆さんは朝起きるとき、どうやって起きますか？聴導犬のユーザーさんは、目覚まし時計の音がわかりません。震える枕もありますが、寝相が悪いと使えません。扇風機を8時間後などにタイマーセットしている方もいらっしゃいます。最初は、扇風機の風で起きられますが、慣れてしまうと夏は気持ちよく寝過ごしてしまったり、冬は風邪をひいてしまったりします。でもひさちゃんのような聴導犬がいれば、目覚まし時計の音がするとユーザーさんの体の上に乗って起こしてくれます。ひさちゃん、上手に起こしてくれましたね。たくさん褒めましょう。お手元にある三つ折りの紙を開いてみてください。今見ていただいた音の他にも、赤ちゃんの声を知らせたり、外を歩いている時には後ろから来た車のクラクションなども教えます。ひさちゃんやよし君のような聴導犬がいれば、耳の不自由なユーザーさんに音を知らせるだけでなく、ユーザーさんの命を守る役割もしてくれます。
さん、どうでしたか？聴導犬のお仕事についてよくわかりましたか？これからも障害のある方たちを支えるために聴導犬や介助犬を応援してくださいね。料理タイマーの音で鍋が煮えたことをこうちゃんが教えてくれました。料理タイマーは料理だけでなく、お風呂が沸いた時間、電子レンジのチンという音の代わり、宅急便や訪問客が来る予定時間などを知らせることにも使えます。聴導犬、介助犬はどこにでもユーザーさんと同行しなくてはなりません。そのためにはバスや電車に乗る訓練は欠かせません。候補犬のこうちゃんはユーザーさんを待っている段階です。バスに乗るのはお手の物です。足元に入って他の方の邪魔にならないようにしています。バスの支払いの時にはユーザーさんがお金を払い終えるまできちんと座って待ちます。バスから降りるときは人が周りを見て安全を確かめてから人が先に降りてから聴導犬も降ります。JA 宮田店です。訓練にご協力をいただいています。きちんと歩行訓練や基礎訓練ができるようになり、どんな場所でも興奮したり吠えたりしなくなった候補犬だけが訓練で入らせてもらえます。スーパーに同行するのは日常的なことです。でも店内には食べ物、おいしそうな匂いや大好きな肉とか魚もいっぱいです。こうちゃんにとって魅力的なものがいっぱいあるところでもマナーよくできるように候補犬たちは訓練されています。
たちはこっちがいい。皆さんに見ていただきましたバス乗車や買い物、そして飲食店に入る訓練も欠かせません。ユーザーさんが外出した日の1日を想定して訓練が組まれています。飲食店にいる間、火災報知器が鳴った時にいち早く避難するように聴導犬が警報音を知らせてくれます。聴覚障害の方の逃げ遅れを防ぎます。これから日本聴導犬協会のこの子たちのご飯について説明をします。日本聴導犬協会訓練スタッフの田名田幸子と申します。日本聴導犬協会では犬たちの年齢や体調や犬種に合わせて一頭一頭ご飯作りを工夫しています。こちらをご覧ください。基本的にのフードやシーズーのように涙焼けがしやすい子たちのためのフード、老犬のためのフードなどいろいろ工夫をしています。また、すべての子たちに魚や野菜、ヨーグルトを入れています。魚は鮭、またその時の旬の魚2種類を焼いて骨を取ってあげています。野菜はその時の旬の野菜を6種類ミキサーで細かくしてあげています。フードで取れない正菌酵素というものを取るためです。ただしアルカリ尿が出る子たちには野菜はあまり良くないのであげていません。ヨーグルトは R1 やカスピ海ヨーグルトを元にして日本聴導犬協会で手作りで作っております。毎朝あげています。この他に
少し太り気味の子にはもやしを入れたり寒天を入れたりしてかさを増やして満足感が得られるようにしています。そしてそれらのフードを全部あげたら、そこにだし汁を入れます。天然のアミノサプリを取るためにお魚のだしを入れ、お魚の粉を入れて体の中に結石を作るのを防いだり水分を補充するためにだしを入れています。以上です。公益財団法人ジャカ様と宝くじ女性様のご支援とたくさんの方からのご寄付で2018年に聴導犬・介助犬の育成団体としては日本で初めてのバリアフリー施設を建てられました。素晴らしい施設に加え訓練技術や組織づくりにおいても2023年、世界30カ国154育成団体が加盟する世界最大の補助犬育成団体の国際認定で最高位のゴールドシール認定を受けました。皆様ご見学に来てくださいね。最後に皆さんにお願いです。日本聴導犬協会は聴導犬、介助犬を障害のある方に無料で貸与、無料のアフターケアを継続しています。訓練も無料です。運営費は皆様からの温かなご寄付、募金です。ご自宅に使っていない切手やはがき、書き損じはがき、新しいタオルなどありましたらぜひ協会までいただけないでしょうか。また他にも様々なご支援方法がありますので、温かなご支援をお願いいたします。これからも聴導犬、介助犬の育成にご支援をお願いします。本日はありがとうございました。